新島よしみは、日本の社会運動家。千葉県捜査軍大田村で、町人職人の家の13人兄弟の長女として、生まれた。尋常小学校卒業後、2年間女中暴行1927年、女校として、東京モスリン暴食亀戸工場に就職した。やがて共産主義の研究会に参加するようになり、1928年の、 同工場の賃上げ葬儀では500人の女工たちの副責任者を務め勝利に貢献した。1929年の4.16事件で亀井戸警察署に検索されたが、日本共産青年同盟に加盟、同年5月日本共産党に入党。1930年モスクワに渡り、赤色労働組合インターナショナル第5回大会に日本女性として初めて参加し、 演説、後東方勤労者共産大学に入学した。1931年10月帰国、当中央婦人部員を務め地下活動に投じた。1933年5月に検挙、投獄され、後、栃木刑務所で獄死した。去年24、戸野田美佐を卵の別名で活動した。に、山岸はじめ労働者の飯島よしみコンパクトに、 闘争、血の文字、か野正さ飯島よしみ革命運動史上の攻防などがある。ありがとうございます。